反則ないようにフェアファイト、いいですか？拍手。ジャッジ西村。
29対29ドロー、ジャッジ豊永30対29大里美、ジャッジ箱崎30対29ポイントを揃えただけで全く効いてないです、ダメージじゃないですね、ないっす。ただあのもうお菓子は向こう効いてたし、三日月も効いてないっす。で向こう腹もボディも効いてたから、お菓子相手効かなかったですか、なんでこっち効かない、お菓子効いてたし、効いてはいたっすけど衣装は別に良くない、いや多分それだけになっちゃったんです。こっち蹴って前足蹴ってサウスポーツなんかなかったんです。すいません、何もしてないっす、練習の時班長何もしてなくてすいません、マジすいません。ダメージはないからです、ダメージは全然1話はドロー、よくてドローです。ドローじゃないな、いや、1話は絶対ドローです。全然動きはなかったんで。そうですね。相手が圧かけてきてるだけで、梅田は、梅田は全部避けてるし、当ててたから。で、多分2位はもう固まりまくってたんで、そこで手を出してたんで、相手が。いやー、ちょっと、エンジンかかるのちょっと遅かったっすか？遅かったっす。いやなんか逆に俺らも2から指示出せばよかったなって思った。いや全然チームちゃんも全部自分のせいですね、言うことは今聞かなかった。めちゃめちゃ勝ちた。まあでも負けは負けだな。いや全然負けっすね。勝ちだったっすか、勝ち負け寄りのドローだったっすけどね、なんかいやーやべえな、全然練習勝負で伸ばしてね、これ以上強くなれる気がしない。新チャンピオンの佐藤瑞希です。本当に負けれないかったんで、3度目の正直とかいろいろあったんですけど、自分昨日、赤ちゃんが生まれたんですよ。本当に6月が予定日で、本当になんで1月一度も負けられなかったんですけど、ああいうことになっちゃって本当に悲しませちゃって、無事に昨日元気な男の子が生まれました。生まれて次の日にチャンピオン、お父さんがチャンピオンってなかなかいないでしょう。かっこいいパパになれるようにこれからも頑張るんで、今ライト級朝久くんと与座くんが同い年でツートップでちょっと頭抜けてるんで、悔しいんで俺も追いついて噛みついていこうと思います。怪我もないんで9月横浜アリーナ俺出してください。ありがとうございました。知ってる？この後水抜き。焼き肉行こうぜ。みんなでお祝いで焼き肉行こうぜ。俺明日計量取れる。
盛り上がってたよ。クソ盛り上がってたよ。マジ最後だってもう俺声枯れてるのに客のお客さんの声とにかくもうなんか弱すぎて気持ちでしかなかった。ずっともうあの子供やっぱずっと頭にありました。でしょ、意地でももう意地でも負けないと思って。顔に出てたの。何ですか、苦しいの苦しいの。いつもはやっぱ上がっちゃうんだよ。いつから今日上がってないの。食いしばってたね。マジ声でそうなったっす。なんかってこうなりそうになったっす。もしもし、やったよ、やった。明日すぐ行くね。根性で行ったわ。もうすぐベルト持ってくわ。ありがとう。もう夢だと思っちゃうわ。ありがとう。うん、また後で連絡する。家着いたら。はい、あの6月また再戦だったんで、すごいやる気になってましたし、自分もあさって試合なんですけど、それがあったんで2人して頑張ろうぜって言って、でその中で昨日あの子供が生まれたので余計やる気になってて、もう死ぬ気で取るしかないよねって話したんで、モチベーション的にはもう最高でしたね。ビッグマンこの間取ったんで、あの次クラッシュ、まあ、ジュベルト巻いて追いつかないとなって思うので、その間にまた K1 行っちゃうんで、早くクラッシュ行かないとまずいんで、はい、ただ去ってしっかりバチとかって2人で6月祝勝会あげたいです。お疲れ様です。ありがとうございました。念願のベルトだと思うんですけど、いかがですか、ね、そっちは。まあ、まだ実感がないっていうか、あの試合前本当に、試合前はこういう夢を何回も見て、チャンピオンになる夢だったり、試合に負けて落ち込んでる夢だったり、もう毎日のように見てるぐらい本当に考えてたんで、まだこれが夢なんじゃないかっていうか、はい、まだ実感があんまり湧かないです、もう本当今回はテクニック無視して、本当に気持ちと根性だけっていうか、課題が残ることばっかだったんですけど、気持ちの勝負で競り勝ったんじゃないかなって思ってます、はい。本当にまあ試合前すごいいろいろ言われたんですけど、まあ、それも本当に糧にして練習がすごい頑張れたんで、まあ、でも全然あの自分はこんなんで完全決着とも思ってないんで、また何回でも自分はあのやりましょうっていう感じで、はい。まあ、第8代ライト級、はい、ライト級王者ということで、はい、どんな王者。やっぱり派手な試合して、倒すのがクラッシュのチャンピオン、壊すのがクラッシュのチャンピオンだと思ってるんで、やっぱ、ベルトを守るっていうのよりも毎回毎回自分は倒しに行く姿勢を変えないで、毎回毎回、派手な試合をして、どんどんもうこの8代からずっとチャンピオンが変わらないぐらいの派手なかっこいいチャンピオンにずっと居続けようかなって思ってます、はい。改めて今後の目標をお願いします、はい。そうですね、本当この前の日に今日チャンピオンになったんですけど、この1日前の日に子供が生まれて、まあ、男の子なんですけど、これがまあ少しでも大きくなった時に、生まれた次の日にパパチャンピオンになったんだよって言えるような日が来て、その時にはもっともっと偉大な強いパパになってれるように、頑張ろうと思ってるんで、これからも本当たくさんの人に迷惑もかけましたし、支えてもらったんで、そういう人たちの思いを忘れずにこれからも頑張ろうと思います、よろしくお願いします。ありがとうございました。